Ah, そうでしたか。まさか。どちらが悪かったんですか。そうですか。びっくりしたよ。あ、大丈夫ですよ。そしたら1ヶ月分ずつで、期限が11月にありますけど、よろしいですか。もう、あ、そうですか。失礼いたしました。はい。じゃあ、ちょっと待ってください。でも、帰ってそういうことがあると、また、気をつけられるから、帰ってやんない。そうですね。大変ですよ。ですよね。食事からね。いや、だけどそれは変えない感じですよ。うん。私たちはもう公園でずっとあれけん、運動不足になるけんですね。すればちゃんとせんと、やっぱ、具合が悪くなる。ウォーキングするのがいいみたいですね。でもね、なかなかね、結局、その時間を、何十分とか歩くっていうのが好きなんから、だけど、なるべくですね、荷物がないときは車を置いて、電車バス使って、うんぬんって結構歩くんですよ。そうですね、だから、これあそこ行ったついでにうんぬんって歩くでしょ。だけど、とか、あとは、例えば飲みに行ったりとかなんかしたとしても、天神から博多駅くらいまで歩くとかね。なるべく歩くこと、そんな歩き方をするとき、ただ漫然とウォーキングとかって私は好きなんですね。そうなんです。だけど、なるべく歩きやすい足元とか、歩きやすい格好をして、いつでもウォーキング、街で遊びに行ったとしても、それがウォーキングの延長上みたいなつもりで歩き回る。例えば、なるべくもうエスカレーターもエレベーターも使わないって決めて、エスカレーターを上りにした人を尻目に、ちゃんとした姿勢で、スタスタスタと歩くとか。素晴らしい。っていうことを心がけてます。とか、ちゃんと姿勢よくして、うんぬんみたいな。とか、信号待ちの時でも、それでちゃんときちんと立って、なんか、前あったでしょ、ウォーキングのなんか、おじちゃんみたいな人。あった、二くらい出た。これ結構ありかもしれない。信号待ちの時もこうしてますとか。そういう、毎日の意識かなと思って。ちゃんと時間、ウォーキングするって言われても、その時間がもうダメですね。だけど、なんか、僕はね、2月に、初めての発作で、その時緊急で立てるんで、結構大変なんですよ。で、今度、ちょっと、先々週かなに、2回目やったんですよ。で、その半年の間、やっぱり食事と、ウォーキング、ね、週に大体4日、ね、やりだしたらね、こう忙しくて何しか歩けなかったら、結局、なんていうんでしょう。汗かくじゃないですか。でも当然汗かくから水飲みますよね。ただ結構イライラことがなくなりません、ね、汗をかくって。体重が何キロというよりも、その生活、そういう生活に自分を持っていかないとあるんですよね。だけ食事とかなんか大変よじゃなくて、そういうふうにこう楽しむように持っていくというか。多分そっち側にせない感じもなと思いますけどね。最近外食が逆に、しっかり。じゃあもうそこまで変わられたんですね。だからもう、なるべくも外食しないです。だけど、外食でもですね、そういうちゃんとこう薄味にしてあるようなところを選んでいくようにすると、季節のお魚とかを出すようなお店で、なんですかね、そんなこう、宴会みたいにわらさせるんじゃなくって、ちゃんとそういう、女性が結構行くところはいいみたいですよ。やっぱ女性の人多いからね。だけど、スイーツはどうなるか、女性の甘い方にツリオンシャイアな店じゃなくて、本当の純健康志向なお店っていうのがあるからですね。で、そういうのが意外と流行りやったりもしますよ。ですよね。だけそういうところをなるべくこう、選んではいってはいますけどね。そういう考え方の合う人としか、やっぱだんだんいかんなりますよね。環境を持っていくみたいな感じですかね。で、さすがにもう、なんですかね、2周運転してから車乗っていこうとかいう人はもう今いないからですね。そういう人はまずいないから、そうしてください。日頃のそういう食べ物でもやっぱりですね、そういう思考の人たち、そうじゃないと、ちょっとなかなか付き合いづらくなってきますよね。やっぱり、命あってのモノマネやし、健康があっての、ね、健康になって何できるからですね。
今でも本物何でも本物の時代でしょ、うん、健康づくりも本物の時代ですよね、うん、で食べ物も大事やけど運動も入れながらっていうことですよね、うん、やっぱあれですねつい商売しよう人間って早食いでしょ、あ それがいかんですよね、うん、やっぱねもう髪はなんですもんね私昔若い頃に一緒にお茶で一緒にご飯を食べ始めて一緒に終わるっていうことをしないといけないで5人はね私は早いんですけどびっくりしましたもん、あ私ってこんなに早食いなんだってことですね、うん、でなるべくあっでこれがねやっぱね商売人ってどっちかというと長生きの人少ないんですよ、農家とか体を動かす人長生きしないでしょ、そこにさやねと思いましたもん私、うん、ね、そう必然的に、そう、健康が落ちてますから、でも、なるべくちょっと、なんていうか、自分の体のこと考えて、させないかなと思いますね。目の前のことで。ね。そしたらですね、出されるということで、両方お出しになられるということで、12万7200円になりますね。はい。はい。ではお出しします。ちょうどでございますね。すぐお出しいたします。